たの？ミクもさっきお仕事から帰ってきたんだ。おっつにゃー。今日はピーちゃんが一緒じゃなかったけど、ちゃんと可愛いミクはアピールしてきたのにゃ。にゃん。しっかりお仕事して偉いでしょ。そうだ、あのね、ミクはいつも一生懸命レッスンして、お仕事も少しずつだけど増えてきてるでしょ。だからね、ピーちゃんから頑張ったご褒美が欲しいのにゃ。ねえ、いいでしょ。ねえねえ、ピーちゃんからご褒美もらえたら、これからもっとアイドルを頑張れちゃうのにゃ。だからお願い。本当にいいの？やったにゃ。ありがとうピーちゃん。オフ楽しみにしてるにゃ。ピーちゃん、オフ楽しみにしてたよ。今日はどうする？どこに行くのかはピーちゃんにお任せするね。何してるの？こっちにお店があると思ったからついてきたのに、住宅街に出ちゃったよ。戻って大通りの方に行く？それとも…猫じゃらしはいつも持ち歩いてるから。スリスリ、ふらふら。猫じゃらしだけで満足されたら困るにゃ。なんとミクは。また旅も持ち歩いてるの。ほら、また旅だよ。こんなの可愛すぎるにゃ。それじゃあ猫ちゃん、次はまた猫じゃらしで。猫ちゃんいっちゃった。もう少し遊んでいたかったな。でもしょうがないよね。
って猫ちゃんは気まぐれだから可愛いんだもんね。あ、猫ちゃんと遊んでたらもうこんな時間になっちゃった。帰ろうか、ピーちゃん。補充できて楽しかった。あー、猫ちゃんと遊んでたら一日終わっちゃった。